ないわ。やべ、最悪。うわ。典型的なギャンブル依存症。ギャンブル出会っちゃいけない人間だと思う。16来た。もう行っちゃってるね、あれは。もう完全に狂ってるね。どん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 勝つまで終わらない。もうやめとけよっていうライン。平気で超えてくるね。地方競馬で負けたら地方競馬やって、地方競馬負けたらまた別のギャンブルみたいな。スクラッチください。ここがお皿みたいに出ればいいっけね。おお、サラダ、これこれサラダ、うわサラダ、これいつまで続くの俺この人生。まあ、いつか寝て起きたらこれがなくなってるんじゃないかみたいな、何のためにこの数年間生きてきたのかっていう。金ないですか？金ないです。人が変わるよね、借金したら。毎日頭下げてるもんね。カップラーメン買うにしても大手のものじゃない。これ食って寝て、明日起きてまたこれ食って寝て、これ食って寝る人生だ。5年近く借金してるわけよ。刑務所に入れられたようなもんですよね。毎日その刑務作業のような人生を送って、これをどれだけ続けたら出れるのかがわからないんです。200ヶ月か。15年ですよ。40になってますよ、もう。まあ、生きてるって感じる瞬間なんじゃないですか、その一か八かで金かけてる瞬間が。まあギャンブル作った借金をギャンブルで返すのが筋ですよね。この度ラスベガス人生逆転生活にあなたを招待します。ギャンブルで今の借金をゼロにするチャレンジ。なるほど、ちょうどいいわ。まあ、なぜ僕がギャンブルにハマったかって話をさっきからしてなかったんですけど、ラスベガスに行ったじゃないですか。ああ、アメリカ逃亡で。逃亡の時に、はい、ラスベガス終わったんでラスベガスで遊ぼうってなって、そこで勝って帰ってきたんですよ、あの時は。はい、そっからが全てが始まったというか、あの街からもう全てが始まったんですよ、僕の借金人生。借金人生はちょうどいいわ。すべて終わらせに行きます。いいわ、やっぱもうギャンブルの都ですよ。ここでですね、はい、土井谷さんにはこの町で、はい、人生逆転していただきます。いやー面白くなってきましたね。ではちょっと改めて、はい、今回の企画を説明させていただきます。はい、日本で記入した同意書にある通り、いかなる不測の事態や事件に巻き込まれてもスタッフの関与は一切なし。土井谷は日本で集めた軍資金の10万円を1週間以内に借金額の100万円まで増やすことができれば人生逆転成功。帰りの航空券も用意され日本に帰国、新たな人生を送ることができる。ただ借金額に到達しなかったり軍資金が底をつきた場合、人生逆転失敗となり脱落、そのままラスベガスで放置される。もちろん宿や食事などの諸経費も軍資金から捻出しなければならない。果たして土井谷はこの1週間で新たな人生をつかみ取れるのか。どうですか、意気込みは。もう自分の今までの全ての勘を頼りに、やっぱ勝負出るとか勝負出ないとダメなんで、こういうのは
やる前からね、負けること考えててもしょうがないんで。ということで、じゃあ早速いきます、ラスベガス人生逆転生活スタートです。よっしゃ、始まりました。ラスベガス人生逆転生活ですか。もうとにかくすごいわ。建物のなんかリッチさもやっぱ違うな。ちょっと適当にねカメラ振っただけでも映画のワンシーンみたいな光景がめちゃくちゃ広がってるんでね。まあとりあえず早速カジノ行こうかなって感じですかね。まあでもちょっと腹減ったんで飯食ってもいいんですけど。スタッフと別れたドイタニはしばらくストリップを散策、そして手頃なファストフード店で食事を済ませ、迷うことはなく一つのカジノを目指した。100万はね、なかなかやっぱ勇気いるよね。マジで吸ったら終わる金だしな。ドイタニが持ってきたこの軍資金、それはもちろん借金。まあ電話でも言ったんですけど、その10万ぐらいお借りできないかなって思ってちょっと連絡させていただいたんですけど。まあお金貸すのは別にいいんだけど、まあギャンブルやる以上ちゃんと買って返してもらわないと。まあ、それはもうもちろんです。現在彼が唯一借り入れ可能なタトゥーまみれの先輩から借りたものだ。先輩のおかげでなんとか参加することはできたドイタニだが、失敗した時の仕打ちは想像もつかない。そんな中ドイタニはカジノへ到着。というわけでね、スルーレッツ、ブラックジャック、バカラ、全てが揃ってますよ。早速カジノを散策するドイタニ。カジノ内はディーラーがゲームを進行するテーブルゲームエリア、ゲームセンターのように機械式のギャンブルが置いてあるエリアに分かれていた。そんな中ドイタニはプレイするゲームをすでに決めていた。何をやるのってね、配当がでかいものをやんなきゃいけない気がするんだよ。まあ、今思い描いてるのはまあルーレットじゃないですかね。ルーレットだったら36倍とかになるんで、当たった時のリターンがでかいんでね。数あるギャンブルの中でルーレットを選択。ルーレットのルールを説明しよう。ルーレットは簡単に言うと運のゲームだ。玉を転がしてその玉がどこに落ちるかを予想し金額をかける。そして当たれば賞金が増え、外せば資金を失う。実に単純なルールだ。ルーレット盤には0から36までの数字が存在し、0を除いて2色の黒色と赤色が割り当てられている。プレイヤーはそれらの決められた数字または色に金をかけることで資金を増やすことができる。色は2倍、数字は2倍から最大36倍。色か数字か何にかけるかはプレイヤー次第だ。また複数の数字にかけることも認められているため、これによりリスクや配当などを調整できるギャンブルとなっている。それらを考え、どういう配分で金をかけるかがルーレットの醍醐味と言えるだろう。さらにドイタリは4年前にカジノへ訪れた際、数字掛けで周りが気味悪がるほど勝ち続けた経験がある。つまりルーレットとドイタリの相性は抜群。引き寄せられるように一つのテーブルに座り、軍資金の中から9万1000円をチップに交換し、最初のギャンブルが幕を開ける。するといきなり、いやこれ景気よく行った方がいいな。ドイタニの初手は0を含む4点に計1万4000円をベット。マックスの配当5万6000円。果たして、やばい、100負けたから1万4000円。玉が落ちたのは12。これによりドイタニは1万4000円を失った。続く2回目は
26を入れた3点に1万500円をベット。こちらも全て当たれば5万円以上のプラスだが、26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 
2連続で外した土井谷、数字掛けはおろか配当 2,3 倍の掛けも外している。しかし 2,3 倍のレーンは確率から考えるとそろそろ当たってもおかしくない。そんな中迎えた3回目。土井谷は3、6、9、12、この数字にベット、さらに赤1から12に計21,000円のベット。これに負ければ42,000円の損失になるが、勝てば大勝利。果たして玉は6に入り、配当は136,500円かと思われたが、いや違う、6かけてない、かけてない、9と3、6、6、行き損ねてた。6にかけ忘れていたため配当は3倍の10,500円のみ。そのため結果的に10,500円負け。土井谷は早々に軍資金の35,000円を失った。開幕3連敗を喫した土井谷はテーブルを離れトイレに。ちょっとやばいなこれ。さすがに参った様子の土井谷、初日は35,000円のマイナスで終わるかと思われたが、まあ、ただちょっとここでやめるわけにはやっぱいかないというか、3倍のとこに150今からかけようかなと思ってます。すでにかなり負けているにもかかわらずまだかけ続ける模様。僕の中の理屈として、まあ、ルーレット詳しくないと分かんないと思うんですけど、25から36、これの3倍は続くことが多いんですよ。だから26から36に来た時に、もう一回、かけたいと思います。25から36のエリアは続くという、どこで培ったのか謎のジンクスを持つ土井谷、そしてそのチャンスが訪れるのを待っていた。すると来た、30行くぞ。30に球が落ちたため土井谷は強気の21,000円をベット。これ吸ったら半分するよ、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 これ吸ったら半分する、半分するよ、半分だよ、半分って結構だよ、来い、これ吸ったら半分するよ、これ吸ったら半分するよ。土井谷は半分吸った。しかしちょっとマジでやばい、まだ今のとこ一回も当たってないので、確率的にはそろそろ来てもおかしくないかなっていうのでね、そろそろ行きたいな。依然かけるのをやめない土井谷、この時の彼はいわゆるティルトという状態に陥っていた。ティルトとはギャンブルで負けて正常な判断ができなくなり無謀な勝負に出続ける状態を指す。こういった場合、一度ギャンブルをやめ冷静にならなければいけないのだが、時すでに遅し、サイは投げられた。おバーバー、弾が入ったのは赤の25。土井谷は14,000円負け。やばいマジで、おいおいおい、来ちゃえ来ちゃえ来ちゃえよ。もう何で当たんないの。玉が入ったのは黒の2。土井谷は11,200円負けと、ここまで6連敗。チップは残り10,000円弱。そうですね、ちょっとここでやめるのはさすがに。ここまでの状況になってもなぜやめないのか、そしてここまでかけているのになぜ一つも当たらないのか、
若干気味が悪くなってきたが、そしてディーラーも何度も同じ位置に戻ってくるお掃除ロボのようなこの男に若干引き気味だった。そんな中、再び席に戻った土板には赤の3を中心に6300円のベッド、弾が落ちたのは黒の20。なんと土井谷がチップに変えた9万円は残り3500円に。追い詰められた土井谷はこのチップを赤の16にかけることに。負ければ自利品。土井谷は最後に奇跡を起こせるのか。最後ラストよ。俺も帰んなきゃダメになっちゃう。赤の16。チップに変えた約9万円を失った。確かに土井谷は言っていた。まあ、でも正直やる前からね、負けること考えててもしょうがないんで、やる前からね、負けること考えててもしょうがないんで、すべて終わらせに行きます。いや俺ここまでバカか。もうバカすぎだろ俺。きついなマジで。どうするよこれ。いやブラックジャックとかバカラとかさ、そういうなんか別のギャンブルとかもやってさ、幅とかも出したかったの。そのカジノとかいうギャンブルはいろいろあって面白いよっていうのをね、幅も出したかったんだけど、もうルーレットで俺全部使っちゃったから。はぁ、マジか。2日目を迎えた人生逆転生活。スタッフは撮影データを回収するため GPS が反応する場所へ。そこはここかな。アリア土井谷君のあのiPhone はここで反応してて、あ、カジノか。土井谷の GPS はカジノ内で反応。中に入ってみると、いたぞ。そこにいたのはホテルの天井を見つめる土井谷。どうも。いや何してるんですか。見ての通り何もしてねえ。え？何もしてねえ。何もしてない。え？泊まってたのここに。え？泊まってたの。まあ泊まってたというか。はい。ステイじゃない。何ステイじゃない。ストップ。ストップ。昨晩土井谷はカジノに戻り、特にかけることはせず、ただただ時間が過ぎるのを待っていた。そしてそのままスタッフに昨日の出来事と残りの軍資金を伝えると、8000円。まあちょっと今レートが分かんないけど。いやお前やばいだろ。終わりじゃん。お前やばいな。分かってんのんなことは。これサブチャンネルじゃないぞ。この企画結構かかってるんですよ。分かってるよ。分かってる。全部分かってるよ。はい、俺だって全部分かってるよ。全部分かってますよね。全部分かった上でこうなんだよ。全部分かったらなんでそうなっちゃうんですか。え、全部分かったらなんでそこまでかけてる。焼けんだよ頭が。スタッフからの指摘を思春期ばりの逆切れで応戦する25歳。このままでは企画を潰されると感じたスタッフであったが、同意書には不測の事態が起きたも一切の責任は負わない。この同意書にサインされてしまい、発行者側が身動きが取れなくなる逆転現象が発生。どうすることもできないスタッフは土井谷に今後のプランを尋ねた。え、これ何借りんのありなの。いや誰に。その例えばさ、まあ分かんないけど、じゃあ日本人の視聴者がいました。うん、例えば20万貸してくれっつって借りんのありなの。あ、別に現地だったらいいんじゃないですか。ああ、その国外から送金とかはダメってことでしょ。親に電話して送金してもらったりとかしたら、ちょっとなんかもう無限な感じしちゃうんで、
まあ、ここの町で出会った人に借りるとかならまあギリギリ。予想外の出来事だったため急遽ラスベガス内で出会った人に限り生活中に返済できれば借り入れ可能というルールを追加することに。まあちょっとじゃあ本当頼みます。お疲れ様です。はいはい、はい、あとカメラとかあんま盗まれないでください。ああ、お疲れ様です。新ルールが追加された人生逆転生活、土井谷は現状を打破するためラスベガスでお金を貸してくれる人を探すことに。まあちょっといろいろ考えまして、今あのポーカーの世界大会が行われてるんですよ。 WSOP っていう大会なんですけど、現在ラスベガスではポーカーの世界大会 WSOP が開催されている。近年競技人口が増え世界的に注目されているこの大会に参加する日本人のプロプレイヤーも多い。そこで土井谷は、WSOP 会場に行って、現地にいるプロポーカープレイヤーもしくは YouTuber の方にですね、何かを恵んでもらえないかと交渉します。土井谷の作戦は突然カメラを回し断りづらくした上でこちらからの要求を伝えるという後々トラブルになりかねない作戦だが、土井谷にはこうするほかなかった。そして WSOP の会場のカジノへ向かい日本人プレイヤーを捜索。しかしいません。そううまくいくはずもなく日本人は発見できなかった。それもそのはず、 WSOP は賞金別に様々な規模の大会が開かれている。この日は少額の賞金の大会しか開かれておらず、わざわざ参加するプロプレイヤーも少ない。しかしどうしようかな、まあ、ここら辺でいろいろやってると思うんで、ちょっと周辺のポーカールームを、練り歩きたいと思います。大会期間中のためラスベガスのポーカールームにはいるのではないかと考え再び捜索に移った。残念ながらいません。まあ、今日の大会に日本人が出てなかったということをですね、もうちょい探しに。マジでやばいぞ。どこだ日本人。捜索開始からすでに2時間、プロポーカープレイヤー探しは難航していた。そもそもプロポーカープレイヤーは夜間にかけて稼働することが多いため日中は出会うことすら困難。そして疲れ果てた土井谷はカジノの駐車場に座り込んでしまった。結局さ、なんか日本で借金作ってさダメだったやつがさ、なんかラスベガス来たらどうこうなるかもって思ってたのがちょっと恥ずかしくなってきましたね。いやね、これもういつもこうなんだよね。実は土井谷はこれまでに4回借金を完済している。その返済方法は全てギャンブルだった。しかし結局はギャンブルで返した金。返済するたびに再びギャンブルにはまり、その都度ティルトに陥り再び借金。頭では分かっている、しかし抑えられない衝動がそこにはあり、借金人生からは抜け出すことができない。まだもう言うなればもう刑務所に入れられたようなもんですよね。例えばそのゴールが見える刑期が決まってるやつはいいです。僕は無期懲役みたいなもんなので毎日その刑務作業のような人生を送って、これをどれだけ続けたら出れるのかが分からないんです。どうやら見えない刑務所からはまだ出ることはできないようだ。時刻は夕方を迎えていた。依然日本人探しを続ける土井谷は昼間に入ったカジノを再び捜索。もう喉乾いた。まだ気づかれたりとかもしてないんでね、日本人はもう見つけ次第絡むんですけど。すでに捜索開始から5時間、昨夜から一切食事をとっていない土井谷。さらに砂漠地帯のラスベガスで歩き続けた土井谷の体力は限界を迎えていた。このままでは1週間はおろか
この日をまともに越せるかすら微妙なラインの土板にはカジノ内をくまなく捜索。しかしいない、どこにもいない。このカジノにも日本人はいなかった。このままラスベガスで餓死で死ぬか脱水で死ぬか、そんなことがよぎり出した。土板にはカメラを止め別のカジノを探すことに。すると、あれ、いやそうだよな。土板には何かを発見し慌ててカメラを回した。そこにいたのは、どういたにか、よう、ここにいたのか。